はい、どうも、ウズです。今回はソニーからお借りしたアイテムの紹介動画になります。ただ結構ね、動画の方は自由にやらせてくれるような形で、私の好きなゲームプレイをした上での音のね、良さっていうのをちょっと今回は紹介したいと思うんですけれども、まず紹介する商品というのがこちらです。SRS-WS1 という商品なんですけれども、もう見たまま首元に乗せてイヤホンやヘッドホンとは違った音の楽しみ方ができるアイテムなんです。ここ本当に肩に乗せるだけです。で、ワイヤレス。先に言葉で説明してしまうと、開放的な空間での音を提供してくれるので、もちろん耳が塞がってませんからね。家でゲームプレイや音楽を楽しんでいても突然のインターホンの音にも反応できるし、長時間つけてても閉鎖感がないから疲れにくいんですよ。で、あとは見た感じで、あれ？ウズさん、ちょっとそのスピーカー大きくない？って思われるかもしれませんが、そこは見たまま、もちろん大きめです。ただ、大きいことによってのポイント、やっぱり小型のネックスピーカーに比べると、高音質、そしてソニー独自のワイヤレス伝送技術、それをもってして映像と音とのズレが発生しにくい、そういったメリットがあるそうです。それがこのサイズ感にね、込められてる、ソニーの技術でございます。あとはすでにもうゲームプレイで試しているんですけれども、音連動バイブレーションっていうものも入っていて、音楽に合わせて振動を出してくれるんですよ。ブルルブルルってやってくれるんですよ。それがね、なかなか心地よかったです。はい。で、言葉によるこの製品の特徴はこんな感じなんですけども、実際に一回リビングでプレイした様子というのがありますので、その映像を見ていただきながら、私はこのままトークさせていただきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。本当にね、これいい音出してくれますね。音も結構大きくできるしね。で、音操作も手元のところで簡単にプラスマイナス大きいボタンがありますから、物理ボタンでね、操作ができますから、操作性も抜群です。耳を塞がずに適切な音量でプレイできるっていうのは、家族持ちの人とか、一人暮らしであっても来客へのね、備えとかっていう意味ではすごくメリットが高いことだと思います。今回はモンスターハンターライズでこのソニーのネックスピーカーを試しましたけれども、本当にね、音がよく聞こえるので、モンスターへの接近も分かりやすいし、で、戦ってる時のバイブレーションでブルブルっていうのが来るので、没入感が本当に増します。で、普段利用してるテレビモニターからももちろんいい音はね、聞けるんですけれども、この SRS-WS1 使うことによって首元からね、音が出てくれるっていうのは、本当に全く新しい音体験ができるっていうのを体験できました。これはね、ちょっと使ってみるとね、良さがすごいわかります。今回私はゲームプレイでこのネックスピーカーを試したんですけれども、映画鑑賞でもめちゃくちゃ臨場感ある音を映像と一緒に楽しめるっていうのは間違いないので。ちなみにネットフリックスでもちゃんとこれ使いました。やっぱり耳を塞いで聞くイヤホンヘッドホン、あとはテレビから直接聞く音とは違って、ここからね、音が出てるっていうのは不思議な感覚なんですけれども、それがね、いい音で出されてるので満足感が高いんだと思います。はい。で、接続の方もすごく簡単で、こちらが送信機になるんですけれども、つなげてるのは付属の USB ケーブルで電源をつなげているのと、あとは光デジタルケーブルですね。こちらも付属のケーブルなんですが、対応しているテレビであれば、このケーブルをつけることによって、いい音で、よりいい音でですね、音を聞くことができますので、おすすめです。で、光デジタル入力がついてないテレビなどをお使いの場合は、ちゃんと、はい、こちらのアナログのオーディオ端子を使うこともできますので、はい、いろいろと対応はできます。で、設置に関しても本当にコンパクトな送信機になってますので、テレビの脇とかね、ちょっと置いとくような感じで、設置しておけばいいだけですから、はい、邪魔にもなりません。
テレビの後ろ側なんですけれども、こちらですね、光デジタル音声出力端子というのがありますので、こちらがあるテレビでしたら、そこに付属のケーブルを挿すだけです。簡単。はい、今回はソニーのネックスピーカー SRS-WS1 を紹介させていただきました。ぜひこの動画を見て、このネックスピーカー気になった方はソニーのサイトでチェックしたり、お店に置いてあったらぜひ触ってみていただけると嬉しいです。元家電量販店販売員という目線で、さまざまな商品を紹介している私の YouTube チャンネルですけれども、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。